春の高校バレー北海道大会いよいよ開幕。元日本代表で現在旭川のプロバレーボールチームボレアス北海道でプレーする越川優選手、日本バレー界のスーパースターが春高バレー北海道大会の注目選手をご紹介します。女子の注目選手1人目は札幌山の手高校の本田佳奈選手です。身体能力を生かした高さを武器にチームを支えるスパイカー、普段は天真爛漫な性格からムードメーカー的存在の本田選手、試合ではその集中力からチームの窮地を何度も救ってきました。この夏もインターハイ予選で大爆発、イエロー軍団山の手を全国へと導く活躍を見せました。会場の誰よりも声出して頑張ります。ちょっとずつ調子も上がってきて絶対優勝します。2人目は旭川実業の葛西リリ選手です。常勝旭川実業に現れたスーパー1年生、将来の日本代表候補と期待される逸材です。高さとパワーを兼ね備えた破壊力抜群のスパイクはすでに全国レベル、間違いなく今大会最も注目のアタッカーです。ブロックもレシーブも、はい、スパイクも全てのプレーでチームを先頭に頑張っていきます。コートの中では学年関係ないのでそこを春高では見せていきたい。全国へとつながるこの大会、北海道の頂点を目指す高校生たちの熱き戦いを放送、さらに特設サイトでも配信します。お楽しみに。